縁があったらまたな。こえあ、じゃあな。はい、縁があったらまた。ナナです。第17幕エニーデイズナイト。夜だ。わあ、月が綺麗なのです。本当にこの大陸に鍵があるのかな。ま、確かにここが朝の訪れない地って感じだけどな。何はともあれ、あの明かりのついた町に行くのです。あ、列車が出てるけど。これ、乗って大丈夫なの？あの世に連れてかれたりしないよな。怖いこと言わないでよ。ブオハンキャーッ。サボテンじゃねえか。ああ、じゃあ普通の列車なのですね。サボテン？はい、サボテンでございますと。なんで脅かすのよ。それはあまりにもビクビクしてたでありますから、脅かさないのは失礼かと。脅かす方が失礼に決まってるでしょ。さっと避けるな。さっと、おとなしく。さっと殴られか。さっとよけ続けて54年、伊達にサボテンはやっておらんよ。こっちこっち。おきゃー、待ちやがれこの野郎。姉ちゃん、姉ちゃん大丈夫か。よし、まだ鈍ってない。だからって俺を叩くな。まだまだ私には届かんよ、大人の少女よ。いつか必ず一発入れてやる。おいおい、違う話になってるよ。なのです。はい、切符拝見。それでは出発。時と夢の狭間にどうする？
セイバーを解放する。どうする？じゃあね。困った、チョコラ。ちょっと待て、サビ刺さってるね。連邦の領土ってことなのですね。気をつけてこ。でも一生縁がなさそうな場所だ。まあランは本全然読まないからね。でも姉ちゃんもこんな暗いところで本なんて読めなくね。あれ、確かに暗すぎるかも。夜の大陸だから夜なのはそうなんだけど、時間的にはまだ早いよね。それに人がいる町にしては静かすぎるのです。おい、大丈夫か？どうしたんだ？こっちだ。ついてこれるか？はい。ああ。なのです。相手がミラージュだってんならもう大丈夫です。
よっしゃ、おめえバンザーイ。はい、ナムです。バンザーイ。あー、もうどう突っ込めばいいか面倒だから私もバンザーイ。覚悟はいい？決める！ま、こんなもんだな。ミラージュ使い、そうか、丘からの大人だな。はい、そうそう、だからミラージュ相手なら任せてくれ。そういうことならこっちに来てくれ。誰だ、そいつらは。セリス、この二人は丘からの大人だそうだ。丘からの大人だって？あの、よかったら何が起こってるのか教えてもらえますか？ああ、今話そう。くさびが現れてミラージュたちが。ああ、俺はツインエスの依頼でくさびが現れたこの町を調べに来たんだが、クラウドが来た時にはすでにヴァンパイアどもが現れて町は大混乱だったようだな。お、ようって。私は図書街の、特にこの古代図書エリアを守るために雇われた戦士だ。なのでここから離れることはほとんどない。それにここは静かだろ。町の様子は奴らが侵入してくるまでまるで気づかなかった。そういえば彼は。うん、その辺で本を。いないな。シド、どこですか？シド、返事をしないのならここらの本を燃やしますよ。待て待て。
相変わらず乱暴だな、チミは。うお、変なのが喋った。ミラージュなのです。私もそう思うんだが。チミたちは失敬だな。わしは人間だよ、人間。まあ、たまに。バキャー！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 ふっ！バキャー！まあ、こんな感じでたまに暴走するので、落ち着かせるのも私の役目だ。落ち着かせるって、これもう壊れちゃったんじゃないですか？ふっかーつっ！それが、何度壊しても壊れないんだ、これは。これ呼ばわりとは、チミは本当に、はいはい、話を進めたいのでいいですか？ん？そういえば何だったかな。ああ、ビブリオマニア。じゃあそれで本を寝ないで読めるように体を改造しちゃったんですか？いやいや、チミチミ、わしは愛称家だよ。言うなればビブロフィリアと呼んでくれたまえ。突っ込むところそっち？改造というより、何でも偶然ここに運び込まれた。それにたまたま魂が入ってしまったらしい。たまたま魂？おえー、じゃあある意味本当に人間なんですね。魂が本当どころか、どっからどう見ても人間ではないか。いや、全く人間じゃないから。それより、チミたち、丘からの大人だって。それこそなんかとってもうさんくさいな。うさぎくさい？あくさいのはこいつね。だけど、こいつキツネっぽいから、むしろキツネくさいって感じだと思うぞ。またくさいって言ったですね。いい加減にするのです。トモはとってもフレグランスで上質な香りなのです。くさいと言われたのはランの存在なのです。フラダンスな香りとか存在がくさいとか、わけわかんねえボケすんな。いやいや、フレグランスかは置いといて、今回タマは何にもボケてないから、四十ボケっぱなしはランだから。四十？40回もボケてねえし。40どころか何百何千もボケてるわよ。てか、そもそも回数の話じゃない。なるほど、チミたちは芸人か。お前ら、いい加減本題に入れ。では話を戻しますと、あの牙が生えてた人って一体何だったんですか？おお、姉ちゃんさすが。あれはヴァンパイアどもに血を吸われ、ヴァンパイアになってしまった人たちだ。え？人？人がミラージュになってしまったってことですか？それって元には戻せないのです？そうそう、元に戻すといえばな、わしが若い頃に、いや、あれだ。おお、思い出した思い出した。ヴァンパイアになってしまった者も、早いうちに血を吸った奴が倒されればちゃんと人に戻ると、いくつかの書物にあるな。じゃあその血を吸ったヴァンパイアをできるだけ早く倒していけばいいってこと？そういうことだな。まあ、しかし血を吸ったヴァンパイアも元は人間。それを倒すということは、一人を助け一人を見捨てるということにならんか？まあ、あんな状態じゃ本も読めんだろうから、生きていても意味がないのかもしれんがな。いえ、本が読めないのは関係ないと思いますが、でも確かに両方は助けられないですね。マジ？どうしたらいいんだよそれ。最初の犠牲者を作ったゼロを倒すのはどうだろうか。ゼロ？あ、なるほど。ヴァンパイア増殖の始まり、ゼロ番目のヴァンパイアか。ああ、仮にオリジンと名付けよう。そいつを倒せば芋づる式に。そっか、血を吸ったヴァンパイアの血を吸ったヴァンパイア、その大元のオリジンさえ倒せばいいんだ。どうだろう、シド、いけると思いますか？この混乱が起きてまだ刺して時間も経っておらんし、ま、いけるだろうな。なるほど、いけるか。わかったか、タマ。当たり前なのです。そうだよな、当たり前だよな。それで、そのオリジンはどこに？さて、クラウド、奴らが逃げる場所、いや、逃げる方向に規則性はなかったか？そう言われれば奴ら、
引くときは必ずここから北へ向かっている気がするな。おお、となるとあそこだな。なるほど、数多くのミラージュ列車が破棄してあるあの墓場か。あまり時間もかけられない、すぐに向かおう。待てクラウド、町の住人の救助はどうする？それに私は悪いが、わしがいつポヒョーとなるかわからんからな。わかっているから長くここを離れられないんですよ。意外と役立たずの上迷惑な人なのです。全然笑えないのは置いといて、私たちが手伝いますね。おミラージュが相手だってんなら、ヴァンパイアだろうとなんだろうと、どんと来いなのです。うん、そうだな。ここは丘からの大人を信じてみよう。列車墓場に行くときは声をかけてくれ、案内する。頼んだぞミラージュ使い。人型でない連中は見た目通りもともと人ではない、遠慮せずに倒してこい。ん？なんだその目は。わしは見た目通り人だぞ。お前たちが見た通り、町はまだ混乱している。俺は住人の救助のため町に戻るが、オリジンは本当に任せて大丈夫だな。出会った時はあれだったけど、ここに来る前俺らの戦い見たろ、大丈夫だって。はい、町の方はお願いします。わかった、状況が許せば俺も後で向かう。よし、列車墓場まで案内するぞ。いいな。ここからはヴァンパイアの巣の中だ。それにここに住み着いてるのはヴァンパイアだけじゃない。気をつけろ。列車がいっぱいなのです。この雰囲気、確かに墓場って感じで、いかにもなんか出そうだな。ちょっと変なこと言わないでよ。お、すげえ持ち上がった。もうそろそろ簡単には驚かなくなったわね。あそこに人影なんてないな。なんて、ここにお墓を作りたいんだ。遠慮しまーす。行くよ。かかってきな。よかった。
遠慮します。しかし、どの列車も袴なんて。やったな。これくらいならね。てか、袴なんて言葉を知ってるラーンにタマが驚いてるわよ。そっち？ああ、多分それ頭だから。二重冒険に気づけなかったのです。列車墓場とは面白い名前なのです。タマ！なんなのです？ここは
やったな。やりバトルだったな。やったな。これくらいならね。こんなもんだな。
バトルだったな。よかった。どうってことないって。なんかさ、いつの間にかずいぶん高いところまで来てね。やはり、なんとかは高いところが好きなのですね。え、俺のこと？オリジンの話だけど、素でハマってるのが怖いわ。また一層高いところまで来ちゃったわね。キョロレイヒー、本当に好きなんだこの属性の連中。Thank you.
やったな。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。こんなもんだな。ちょうだい。